ているんですけど、全蔵ちょっと務めさせていただきます。慶応大学 の発明家の水泳部ホームページはこういうことになりまして、変な名前ですけども、水泳部くっていただけると、見つかれると思います。で、何の話をしなきゃいけないかとすっかり忘れてたんで、結果をお伝えさせていただきますけども、今日は最初にシンプルなガラクションデザインということで、ちょっとお話をさせていただこうと思います。自己紹介をします。私は大学の人と紹介ありましたけど、実は大学には1年ぐらいしかいませんで、そういうのは割と企業っぽいところにおりまして、でいろんな、携帯の他、ワークステーションの UI を作ったり、携帯の運営を作ったり、もしくは、昔ザウルスさんともありますけれども、そんなのを触ったり、いわゆるプロダクトをいろいろ触ってきました。で、昨年の秋まで、一昨年の秋まで、Appleにちょっといまして、iPhone の開発みたいなことをやっていました。で、趣味とか仕事とかで、いろいろプログラミングみたいなこともやっています。で、Appleって大体こんなとこは興味のある方もおっしゃると思いますが、大体こんな感じの仕事ですね。すげえな、いいな。で、そういうのがあって、私は雑誌記事とか結構いろいろ書いてまして、これはさまざまなところにいろいろ書いてるんですけど、今はブログに結構書いてまして、この、海面潮流というのはワイヤードビジョンというところの、ブログに記事を書いたりしてます。最近ご存知の方も多いかもしれませんけれども、原稿料が核破壊が多くて、で紙の媒体に書いてた時よりも何分の1かになりつつあるんですけれども、それでも泣きながら、書いております。のでよろしくお願いします。これは私のホームページの方から書いてあります。でこれがワイヤードビジョンのブログで、これは最新号で、今週の2、3日前に泣きながらアップした記事ですので、よろしくお願いします。で子供の頃の話をしようと言われるのを忘れてたので、ちょっと書きましたけども、電子工作とかやってまして、私子供の頃ってコンピューターとかなかったんですよね。でトランジスタ技術とか買ってきて、で論理解とか作ったりして、でハンダ付けとかやってのとばっかりやってました。ハンダ付けは何がいいかというと、あんまり頭つかなくても一生懸命やってるものができてくるとかいいんですけれども、で最近まだいろいろワンボードナビとか入ってきて、電子工作が流行しているのは非常に喜ばしいことじゃないかと思います。ダイヤモンド、週刊ダイヤモンドなんてところでまで電子工作がこれから流行ってるんで出てきてびっくりしましたけど、それぐらいポピュラーにまたなっている気がしますね。で、なぜ今の仕事をしているかをかけておられたんですけれども、書くの時間がなくて書かなかったんですけど、なんでですか、割引でなっちゃった気がするんですけど、そうやって電気工作やってたんで、で大学に入ってさ、何の学部に困ると思ったら、ぼーっとしてると電気したいとかになって、で電気に入ったらなぜか計算機会社になることなかったりして、計算機の仕事をしてしまいました。で、ユーザーインターフェース関係のことをやってるんですけども、これも偶然で、上司にお前ちょっと今度 Windows システム作れる親だから作ってたら、それ超使いにくかったんで、直してるし、こんな仕事するのは必要ですけど、これじゃあんまりかっこよくないですね、すみません。で、許してください。好きなことは、便利なシステムを作って自慢することですね。これは、2番目はあまりよくできないんですけども、変なパズルとか発見したりもらったりして、エレガントに出て自慢するということなんですけども、この間すごいパズルを解いて自慢してたら、それより全然エレガントな答えをそっと壊れてもすごく悔しかったんですけど、そういうことが好きなことです。で、頭を使わないものが好きなんですね。例えば、酔っ払って言うといろいろ使えないじゃないですか。酔っ払って DVD をプロジェクトに出せとか言われてもできないですよね。それは、そういうのはやっぱり問題あると思うんで、泥酔してでも使えるのが私は好きだと思って、で、それは泥酔思考インターフェースって言ってるんですけれども、それとか、それの一つとして、置いたらそれで動いちゃうみたいな、そんな簡単なのがいいと思っています。とにかく、泥酔してることが非常に多いので、頭を使わないというのはすごく大事だと思っています。でも結果的に頭を使わないものを作ると、それ非常にユニバーサルデザイン、乗ってたものができるんで、これはユニバーサルデザインに乗っ取って作ったと言えるでしょう。で、本当はその自分が流出していると使いたいだけなんですけども、そういうことを言えていいんじゃないかと思います。で、それで作ったのは、例えばこういう曲だけで CD が鳴る、音楽が鳴るってやつで、よくあるシステムみたいなといえばそうなんですけども、CD ケースの中に RFID が入ってて、それをポンと置くとそこでその CD が鳴る。で、別のところにポンと置くとそこから音が鳴る。これは頭使わないですね。この音を聞きたいと思って、これやったらそこで音が出ると。で、それ実は何をどこでっていうのを示しているんだけど、そういうことを言わなくても何となくそこで音が出るというので、非常にいいシステムだと思いまして、これはちゃんと実績があって、泥酔しているときにこれ会社でやったらちゃんと音が出たから、泥酔って言ったんですよ、ちゃんと乗っ取ってるものですね。
これはまた別にあのデータ伝送のためにこういう CD ファックスというシステムを作ったことがあるんですけども、これはあのデータ、デジタルのデータとかいろいろ持っているときに、それはあの親に送りたいとか別のところに送りたいときに難しいですよね。圧縮してウェブにアップして、で、こういうウェブだと言って送って、ここから、ダウンロードして回答しようとやらなきゃいけないけど、そんなことできるわけないんで、こういうあのコピー機みたいなのを用意しておいて、まあ、これが自分家にあって、まあ、これが親家にあって、自分家で時間でデータとか CD とかそういうのを入れると、まあ、その親家に勝手にデータで添われて、で、焼かれて出てくるとか、そういうシステムを作って、で、これでもう画期的だと思って、あのソニーに立って作ったんですけれども、ソニーの社内展示会で展示したら、なんやねん、アホかと言われて、誰も何も言ってくれなかったって話になってます。で、話しかったから、あのそれをウェブに英語で書いてやったら、ワイヤードの、ね、あのアメリカの方から連絡があって、これぜひちょっと取材したいとか言ってきて、おやっぱりアメリカネット分かってるなと思って、で、まあ、一応その記者の名前をググってみたら、囲碁コピーの専門ネットだったから、返事しなかった。それぐらい、便利なものができる可能性があるというわけなんですよ。でちなみにこれあまり知られてないですけど、障害者レジってのがらしくて、これあの、普通のレジって言ったら数字が出ますよね、100円とか200円。100円だからまあ100円玉1個とかやるんだけど、これ実はすごい計算してるわけで、120円から100円玉1個と10円玉2個だっていうことを頭までやんなきゃいけないんだけど、この障害者用レジを使用するものは、その何か、あの、通用する人が、まあ、コーヒーって言ったら、まあ、コーヒーがない、これタッチするのかな、すると、お金がいくらでしょってことして、円札の例とか出てるとかですね、するとこう全然こう計算できなくてもこう使えちゃう。で、これは障害者用と言ってるんだけど、だから泥酔者でも使えるとか、あの日本語がなくなっていくとか、そういうふうに非常にユニバーサルなものになって、こういうのを作っていかなきゃいけないなと思っています。で、インターナショナルデザインの農協局とお考えなんですけども、まあ、面白いもの、かっこいいもの、便利なもの、まあ、そういうのを作りたいですよね。でも、面白いものってのは結構人によると思うんですよね、今の時代とか。かっこいいものってのも、まあ、ある程度人によるけど、でも便利なものってのは、まあ、割と、共通じゃないかと思います。その手数が少なくできるものとか。というわけで、まあ本当は面白くて便利でかっこいいものを作りたいんだけど、まあ、無理じゃないかと思うので、とりあえず、まあ、便利なものを作ろうというか、まあ、それしかできないというか、まあ、私はそんな感じでやってます。で、単純なものというのは、まあ、作るのは簡単で、理解が簡単で、欲しいも簡単、これは明らかですよね。で、そういうのがうまくできると、あの、できたなって言って売れ尽くした気がする。だからシンプルで便利なものを作っていこうとしてまして、で、世の中やっぱりそういうのが残ってるんですね。ウェブが流行ってるのもこれシンプルだからいいと思うんですよ。ウェブってクリックするだけで作るページじゃないですか。でダブルピックいらないですよね。これ実はそれが帰った原因だとは思えないけど、まあ、弁護さん一つ手がかかっていると思います。そういう何とかするだけっていうのがいいですね。で、フィッターなんていうのは次だけだし、あまり考えなくていいです。で、ちょっとあの、ややこしいシステム、情報視覚化システムというので、階層型データを視覚化するシステムっていうのは昔からいろいろ提案されてるんですけども、で、それにトリーマップってやつとか、ハイパーブリッドリーとか、そういうやつが昔から、情報視覚化の研究で紹介されたんですけれども、今残ってるのは、その、やっぱ単純なもので、こんなやつですね。これあの、ハードディスクの中身をこう、上から順番にディレクトリーがこんな風になったりって切っただけなんで、まあ、これわかるじゃないですか。ところが、それよりも便利かもしれないという、こういうのがあって、これはあの、ハードディスクの中身全体をこう、複合像をなんかこう、ぐにゃっとした感じのやつで表示されて、実はこっちの方があの、ちょっと偉い感じがするんですね。これあの、ハイパーブリックと言ってなんかよくわかんない。これ、双極線関数、なんかこれ、なんでしたっけ、ワンカレー変形ってやつに全複合像をマップしたって、なんか難しい感じで、何かにもこう、かっこいい感じで、実際これであの、一部あのズームしたり、他のところ小さくしたりするのはできるんだけど、やっぱ難しくて使えないわけですよ。これあの、ちょっと停止してたら使えないかもしれないという感じなので、まあそういうのは残らないんで、単純なものを残すじゃないかと思います。で、松本博之さんというのを Ruby 作った人が、Ruby を作った人が言ってたんですけれども、というかまあ松本さん以外にも大体こういうこと言うと思うんですけども、楽をするためにはどんな苦労をすると。つまり、あの、なんですかね、ややこしいことあるのをそういう小さなプログラムとかでかっちょよくみたいなことを嬉しがるんですよ。で、その気持ちよくわかるんですけど、私はその、楽になんかできるようなシステムを、まあ、多少考えて作る。そういうのは、まあ、これからのインパクションデザインとかで、まあ、大事じゃないかと思いますし、そういうのができたら、すごく嬉しいなと思ってるんですよ。で、あの、本部システムあるんですよね。で、さっき作ったんですけどね、あの、Google じゃ出ないですよね。これ何かというと、あの、インパクトのシンプルさではあったんですね。これが大きいと、リアルですね。で、すげえものを、すごい単純なプログラムを作ると、もう、すごい嬉しいじゃないですか。で、そういうのをいろいろ作ってるんで、ちょっとご紹介します。まずあの画像っていうのを作ってるんですけども、これは画像をランクにアップロードするシステムで、ご覧の通りもいかにもなんかブレイク寸前って感じですよね。これあの、買うんだったら今のうちですよ。この、今のうちだと約束考えやすくしておきますけど、このアプリをこう動かして、で、こう画面上こう、こう見ると、それがあっという間にこう、ウェブにアップされて、URL が作っていると、超手軽なシステムですね。こ
これ超便利なのでぜひ使っていただきたいんですけど、まあ、これが、まあ、一つ そのコロンブス指数の高いシステムじゃないかと思うんですけれども、それから、まあ、他にもいろいろありまして、ビッグエネルギーの代名